皆さんこんにちは、リアンです。いろいろやってますね。この間のこのデニムのリメイクと着物のリメイクで上着作ってスカート作ったの見ていただけましたか？まだあとこれぐらいボロボロやけど残ってます。これをバッグにしようと思って、貼らないでバッグにしようかとも思ったんですけど、ごめん、もうせっかく形になってるからこの形を生かしてなんか面白いことをしたいなと思ったので、今日はこのまま使いますやねんけど、ちょっとここから置いといて、でリメイクする前にパンチニードルって皆さんご存知ですか？あの毛糸でふわふわななんか刺繍みたいなのするやつ、前からちょっと気になってたんですけど、近所のセリアで買ってきたんで、ちょっとそのバッグに仕立てる前にパンチニードルでなんかやってみたいなと思います。でこれになんか可愛いあれイニシャルかなんかパフパフパフってできるかどうか分からへんけど、やってみてあかんかったら終わりでやってみたいと思います。最後の最後までデニム遊び尽くします。そしたら早速やっていきます。用意するものです。はい、このボロッボロのデニムで、ここで私のは切り目があります。この切り目に合わせてバツッとこっちも揃えて切って、でお股をほどいてデニムの形にしてみようと思う。じゃあやってみるね。もうザクザク切っちゃう。こうよいしょ、ここ合わせて前と後ろの長さを同じにして畳んで、ボロボロやね、もうね、こんだけ遊んだらジーパンも本望やと思うわ。穴開くまで着てもらってさ、スカートにもなってさ、なんかどうやろ、これにちょっと適当に適当に着たらあかん、合わして、なんかここが形があれやから、ちょっと大まかにこの辺で切ってほどいてから平らにしようと思います。なんかそんな気がする。せやからみんな適当に切って自分の持ってるジーパンのなんかこれよりもちょっと長い方に合わせられるように適当に切ります。チャキ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 、よし。そしたらこれもなんか使うかもしれへんからこのまま置いときます。そういうのばっかりやな。はい、そしたら今度ここお股ほどいていきます。そしたらあのさ、筒になると思うのよ、ここほどいたらね。で前回ほどくのめんどくせーって言ってやったんやけど、今日はほどいてみようか。なんかピロピロってやったらほどけたんだよね。こうやってチェーンステッチの途中で、で逆かな、なんか引っ張ったら見えてないね。はずきルペしよう、見えてない、老眼やからね。あ、見える、すごい見える。チョキチョキバサミで切って、この半分のところをこうやって、こうやって、イエーイ、おもろい。んでこっちのこれをこうやって、イエーイ、でもほどけへんね、これがあるから。これは普通の、あ、こっちがまたチェーンステッチになってるんやな。こっちもこれでほどけるかな。ミシン目の向きがあるんですよ。こういうクイクイってやってたら一本出てくるから、それをこう輪っかが、イエーイ、いやいや、うるさいでこっちのやつを、イエーイ、うるさいな、まだほどけへん。あー、なるほど、これまたこのミシンでロックミシンで縫っとるんやな。これもほどける、こうやって2本なってる、この2本なってる方をフレーフレーとか、多分ここら辺の横の糸をこの引っ張って上に行けへん、この横の糸を縫いたい。今日暑い、11月やの超暑いんですけど、ちょっと気候おかしない？来た。はい、じゃあね、チェーンステッチの時はビロビロっとほどけてんけど、このかがってあるやつ上手に身をほどかんから、あ、
ほらムズムズしてきた。ティッシュせえへん、じゃあかマスクせえへんかったからムズムズしてきた。もう今日はこれで赤ムズムズの日かもしれん。こうやってハサミでチョキチョキ切っていく。距離も短いからね、大丈夫よ。今日初めて見た人、この人何してるんでしょうって思うでしょうね。今日はニードルパンチをするために土台を解体してるとこからやってるのよ。ほらほら、まず練習してからやった方がいいん違うのって分かってる。私もそう思うねん、そう思うねんけど、ええやん、やっちゃう、だいたいいけんねん。今日はニードルパンチでアプリケ、うまいこと言ったら嬉しいな、変です。よし、もうね、ちょっとずつ年末に向けて私片付けていってるよ。この間のあのお掃除見てくれました？あれお掃除やったでしょ。で、昨日はお風呂の風呂釜を置き静けして、オキシクリーンで置き静けして、風呂釜もお風呂の椅子も蓋も全部洗って、でお湯2回張り替えろって、もったいないやんと思って、ゴミ箱、家中のゴミ箱洗って、ワンちゃんのトイレとかマットとかも全部洗って、お風呂も洗って、クタクタでした。クタクタでした。よし、ここのここお股の真ん中硬い、ここもしっかり塗ってあるもんね。ちょっと上からも切っていく。もうちょっとずつ切っていこう。もへもへする、もうあかんねん、アレルギーやから。すぐ鼻もへもへってする。あーやばい、鼻やばい。よし、もう切れも切ってると思うけど、ええねん、はい、ほどけたよ。ほれ、じゃあさ、ジーパンさ、こうやってお股になってたのかどうなってるか見てみようか。ちょっとここ片付けるわね。でイメージはできてね、どんなカバンにするかはまだやりながら考える。ほらほら、ポッケつけたままね。ほら見て見て、モヘモヘするね。こういうほら、こうなったでしょ。ここ足でお股がこうなってたの、ほどいたからこうなって、やっぱりね。で今回これでバッグ作ってる人はいると思う。へそ曲がりやからこうやって使おうと思うね。こうやってさ、ポッケもそのまま使う。ほれ、こうやって使う。これファスナー、ここね。そしたらここアイランになるね。ここをまっすぐにして、これぐらいでこうやって、でマチ取って、これぐらいになって、でここなんかしようと思ってます。ということはアプリケしていいのはここ、何センチ、よいしょ、13センチから13センチ角ぐらい、13センチ角ぐらいにアプリケしたいと思います。その前にやな、刺繍の枠入れるから、刺繍の枠入るか見よう。刺繍枠かも、いろいろ持ってね。よいしょ、で入るね。これが直径15センチ、15センチの刺繍枠入ります。じゃあちょっと目星ところに印つけとこうか。これがここに印を、書くやつで書いてもすぐ見えへんなんだよね。それからテープ貼っとこう。アプリケはこの範囲にします。こっちはわかるからいいか、こっちね、この中に。で私リアンやから、子供違うから、好きなアンパンマンとかもないから、リアンの R って入れようか。じゃあ R って入れる。じゃあこれぐらいの R っていう字作ってくるわ。お待ちください。はい、サクッと作ってきたよ。これパソコンの、私はイラストレーター、これと同じ形の丸書いて、そこに R をピピッと打ってビュイッと伸ばしてきました。ほなこれはちょっとハサミでザクッと切って、やったことないニードルパンチで、ちょっとやる前にネットで調べて学習しました。できるかな。チョキ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 、もうすごい甘く見てて、1時間ぐらいでできるんじゃないかなとか思ってやってます。広げます。ここに刺繍するよ。で写すんやけど、こうやりたいから
こっちにループが出んねん。だからこっちから刺すねんな。な、な、場所決めていくや。場所ちょっとめくって。で、さっきのマスキング打ったこの四隅。ここと、ここと、目印に、よいしょ、ほら、ここね。針を打っときます。で、危ないやんな。過去。私刺さって血みどろになるわ、こんなん。うらやしね。これ水で消えるペン。ピンクの方が見えやすいね。ここの枠に入れる。な、もう危ないから。印つけたから外す。ほいで、自逆さまにならんように気をつけやなあかんから、これをこう打ったらあっち側で逆さまになるから、これをこうや。な。これ映さなあかん。映すときに、見えにくいやん、このままやったら。だからこれをちょっと反対側からするから、こっち側にしたいから、トレーシングマットっていうアプリ無料の。これただこう光出てるだけで、置くとさ字が写ってるじゃん。でこれを写していく、あの裏透けてるやつをね今トレースしてるの。そしたらさ、プリントアウトするときにこう表面プレートかなんか逆さ向ける印刷モードがあったよね。それでしたらよかったやん私。そういうこともある。これない人別にこんなの台でしないでも、お天気のいい時に窓ガラスにペッて当てたら透けて見えるから、それでいいと思います。今日材料費パンチニードル100円、毛糸100円、毛糸100円で300円です。なんか可愛い枠も売ってたけど、思わず買いそうになったけど、お家にあるやつ使おうと思って我慢しました。ぐっとこらえました。もう100円だとすぐ買いたくなりますからね。でもこらえた私偉い。はい、じゃあこの R ちゃんを今つけた印の中に収まるように配置します。見えへん、もっと小さく切る。もっといつもの大きいハサミで切ればいいじゃない。あれ今ちょっと明日教室やから、もう準備でカバンの中入れちゃった。だから今日はちっちゃいハサミです。これはね、もう写すことばっかりやけど、写す。それで昔買ったダイソー、材料費400円になりました。材料のダイソーのカーボン紙。昔はさ、伝票書くときカーボン挟んで書いてたよね。今なんか筆圧で写るけどさ、こんないっぱいいらんから、これぐらいでいける。あんまりケチってあれやっても嫌やし、カッター探してるで。いっぱい色つくの。昔みたいに色つけへんや。昔のカーボンってもっとさ、真っ黒で、ちょっと触ったら手ついたよね。これ映るの？ちょっと端っこの方で描いてみる。あ、穴開いた。見えへんやん。映ってへんやん。ジーパンには無理？見えへんやん。どうするどうする？ちょっと横島のこと、これこのまま貼っつけて、このままパンチしていこうかなとか思ってしまった。こういう時は、よいしょ、これかな。違うな。あれ、両面チャコペーパーがあったと思ったんやけど。チャコペーパー。あったあった。ボロボロやけど。あ、コペーパー。あ、硬いやつの上に引けへんかったからあかんのかな。ちょっとちっちゃいカッターマット、何でもいいんですけど、ちっちゃいカッターマット、これ引いて書いたら映る。ポコポコなってなかったからあかんのかな。分かれへんな、見えへんな。チャコペーパーやったら映る。両面チャコペーパー、これがとんがりすぎてるからあかんのか。これは微妙。見えへん。どうする。はい、用事済ましてきました。私はこんなことじゃめげません。チャキン、切り抜きます。ペンナイフ、これ100均ので、この自分の、よいしょ、これちっちゃいやつくるくる回せた方が楽だから、こういうの乗っけとく。そしたら台動かせられるでしょ。そこ映さんでよかったやんね。切れた。もう分かるよね。でこれをジーパンに乗っけて、でマジックで縁取るね。なんで原始的なんでしょう。でさっき印つけたとこ、ここどこ、こ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 こ、
こう先印つけたところのど真ん中辺にこれをさま逆さ向けておかへんと、やっちまったってなるからね。で動かへんように2箇所ぐらい止めとく。であとは皆さんお察しの通りペンで縁取る。ちょうど太くしたいと思ってたから一回り太くなってよかったよね私これ字逆さま向けてます。多分ええと思うねんで、こうやろ、ディアンの R やろ。でこれをこっちから見たら正面向くと思うねん。で向けへんかったらどうしよう。 R ってこうやもんな。だから逆さまにやったよ。でこれリングする、普通の刺繍のリングね。みんなやったことある？ニードルパンチ。私初めて動画とか見てたらすごい気持ちよさそうと思っていっぺんやってみたかったんですよね。でしっかり、よし、もう今日汗ばむぐらい、あっちはまだ飽きたんやけど、外うるさいから、よし、やっていくぞ。じゃあ縁取りを黄色にする。どっちやと思ってかね、縁取りを黄色、赤にして黄色にする。今日の気分はピンクが多めやから縁取りを黄色にしようか。じゃあ黄色から使って、これ中からこっから糸出して、それでいいよいいよ。みんなニードルパンチ、なんか調べたらこうやって中細糸用、中細毛糸用って書いてあるんですけど、これでやるとジーパンの生地だったらめっちゃ穴が大きくなるらしい。刺繍糸用の太いやつと分からんけどの細い方のニードルでやった方がやりやすいらしい。でもそんなん買い直しに行くの邪魔くさいやん。だからこれでやります。ちょっとね、刺し方もさっきちょっと見た、ちょっとここに書いてある通りやるんですけど、これは先っぽ痛いからこういうのついてんねんね。ほいで毛糸をこっから通すの。ほんで普通はこう輪っか、針に糸通した輪っかを針ストンってやってシュポンって抜いて引き抜くんやけど、面倒くさいやん。で竹串であかん、竹串であかん、入る、竹串入らへんわで私はこれがあるから、このさ、いつものひっくり返し棒、これでやったらこれ優秀やねん。シュポンと入って、でここで糸持って、ほら私のひっくり返し棒優秀で、これで2つに折って小さくして押し込む。はい、これで用意 OK。でこんなんないよっていう人はこういうさ、針にしつけ糸通して、で針を内からストンと落として、でしつけ糸の輪っかからこうしようとやれって。はい、わかりましたやります横着したあかんな、やりましょう。わかりやすいように水色でやる。よいしょ。私このさ、何が苦手って糸通すんが苦手やね糸通すんがもう見えへんねん。来た針も取られへん。こうやるやろ、糸通しますね、糸通します。短くていいです。短すぎたかもしれないね。でこう糸を輪っかにします。はい、ここに輪っかになってます。毛糸通しときます。糸通りました。はいね、糸通ってます。でこれで落とします。シュトンと落ちました。はい、通りました。 OK。 でこれ短いとこは普通の糸通しでも通ると思うんですけど、ここの穴にこれ通します。ブシュッと、はい、通りました。ご満足いただけましたか。そしたら糸通りました。5センチぐらい出しとくらしいです。こんな感じ。そしたらまず黄色でここの縁取っていこうと思うね。ほんでまずこれを下からプスッと刺すよ。ぶっ刺して、で抜くとループになって、こうループ。また次お隣刺すよ。これあんまり引き抜きすぎると間からこう出して、また同じ線のやプスッと刺す。プスッ。そしたらこっちこうなってね。ほんでこのこれつられへんように抜くよ。シュシュシュね、ちょっと慣れてへんから上上がりすぎると。でまたこれをちょっとお隣のとこぶっ刺す。
ね、抜く。そうするとほらループになる、わかる？でループを押さえたまま隣指傷つけんとす。でまたほらループになる。でまたループを押さえたまま隣。そこ上手な人は押さえなくていいのよ。私初めてやから。ループ短くなるからね。でまたこうこうシュルシュルっとなる。でまたここ押さえといて。でこうちょっと出して隣刺す、プス。これでっかい穴開けてってるみたいなもんやから、プスッと。あ、面白くなってきた。よいしょ。またプス。あ、ほら抜けた。抜けたらまたこうチュ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 ってやって、すごいね。イメトレやってたから結構順調かもしれない。初めてのイメトレ。でもさ、これさ、あんまり近くやりすぎたらさ、穴開けててるからさ、抜けそうな気がする。R の形に。だからちょっと、ちょっと2、3ミリ隙間開けた隣に入れようか。でないと、G パン穴開けてるのと一緒やからね。こうやって。これでなんか可愛い、あ、抜けた。で可愛いさ、ワンちゃんとかさ、可愛いのやってる人いるよね。めっちゃ上手やと思うわ。よいしょ。こんな感じで、よいしょ。うまいやんけ。これ絶対裏自分の指つかんように慣れてきて調子こいてるからループどうなってるか確認してないけど、刺し直しも簡単にできるらしい。お、おもろいやん。こんな感じ。ループ短っ。まあまあまあ、どんな感じになるか、プス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 。やっていってみる。この線の上ね、まず黄色い縁取りをやって、その次に中をピンクにしていく。汗かいてるんやけど、更年期、私暑い。更年期はもうずいぶん前から知ってますけど、なんか針の先がさ摩擦熱、これ手ついたら穴開くで確実に。みんな気をつけてね。私裏に手やってるけど、これこう上で押さえた方がええかも。裏でやって穴開いても私のせいちゃう。こんな感じ、こんな感じ、こんな。あ、なんか揃ってきたね、だんだんね。結構な力いるわ。面白い。ちょっと大きすぎた味ええやんね。もっとなんかぷくって太ってる方が可愛いかと思ったんですが。で抜き、あ、分かってきたぞ。これ上に引き抜くっていうよりも、これが抜けたらすぐ横に行く。でないとループがちっちゃくなる。それでクローバーさんとかで売ってる高いやつは、ちゃんとこの距離、針の長さも調節できるみたい。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし。1時間無理。あと10分したらちょっと犬の散歩に行く。もう電話しに行ったり、犬の散歩しに行ったり。一生懸命やんなさい、私。はーい。いつも一生懸命でーしょ。って感じでやっていくよ。せっせっせっせと最初汚かったけど、ちょっと、目が揃ってきたような気がする。暑い。はい、させました。よいしょ。どうかな。見てみようか。ポコポコ。Rちゃんです。よいしょ。初めてやから、どんなになるか。変になったら悲しいな。変になったらこの企画は終わり。はい、じゃあ R が、R の輪郭が打てたのでね。でそのまま次、中ピンク入れていきたいと思います。でもうめんどくさいからこれで通しちゃおう。これさ、ひっくり返し棒なんですけど超便利。通らへんがな。便利ちゃうわな。あ、これはこのまま通ったね。やっぱり横着せんと先の針でやるのが一番早いかもね。5センチぐらい先出してピュー、こんな感じ。これでまたプスプス刺していくよ。ちょっと緩んだから締めようかな。結構な力込めるから、あっちゅ、ちょっと貼り直します。よいしょと。よいしょ。またもうちょっとしたら暗なるから、暗なる前にワンちゃんの散歩行かんとあかん。キッコ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 、昔ながらの刺繍糸で刺すところはどこからでもいいと思います。よいしょ。はい、ここら辺から刺す。
端っこから。じゃあちょっと慣れてきた私は説明しながら行こうかな。まず入れます、ブス。よし。で、頭抜けちゃうのかな。で、こう進行、これね、詳しいことは裏見て書いてあるから、OK。進行方向にこう、こっちね、穴開いてる方を進行方向に向けて、んで刺す。で、抜けそうな時は横押さえて、滑らすように横、ちょっと慣れたでしょ、私も。よいしょ。で、横押さえて、で、失敗したらこうやって取れちゃう、取れるから、あ、全部抜けてもうた。やります。失敗したら簡単に抜けます。5センチぐらい出して刺して、はい。で、こっちの進行方向が穴開いてる方ね。で、だんだん滑らすように横に横にずらしていく。慣れてきたね。慣れてきたらこんなボコボコしてこないからやり直せって。だってもうクソもない。よし、モコモコアップリケにしようと思ってます。よいしょ。今黄色の中をピンクで埋めてってます。ぶっ刺して、もうデニムにボコボコ穴開けてる感じですね。ちょっと不安やけどちゃんと可愛くできるのかな。で、できたら切り揃えて、あのボンボンみたいに切り揃えていくから、あんまり出したら切るのめんどくさいんかな。いいもん、めんどくさくても寝たらんよりいいもん。自分の指刺さんようにね。これジーパンに穴開けてんのと一緒やから、あんまりやってたら抜けちゃう楽しい。なんかね、もうこんな台の上に乗っけてプスプスプレ用のなんか台付きのやつもあるみたいですよ。揃えようと思ったらいろんなグッズがあるみたいですよ。毛糸がどんどんやってきましたね。私に向かって毛糸が歩いてくる。生きてるわ。で、こんな感じで全部プスプスやっていくね。散歩行ってきた。で、サクサク刺してるよ。今日は暑い。サクサク刺して、どんどん刺していくよ。面白くなってきた。さっきはもうやんないかなとかって言ってたけど、ちょっと面白くなった。ヘタッピやけど、ヘタッピなりに楽しいからいい。今日はこのニードルパンチを完成させて、ね、次回バッグにしようと思っています。ね、ちょっとカルトナージュの貼らないやつしようと思ったんだけど、イメージ浮かびませんでした。ごめん。ので、今回は縫います。ショルダーにしようか手提げにしようか今考え中。手提げバッグの方が簡単やねんけど、ショルダーご希望コメントで多いんですよね。これなんか向いてる布と不向きな布があるらしいですよ。ちょっと調べましたけど、デニムはこの毛糸刺すのは向いてない、このぶっちゃい針刺すのは向いてないみたいですけど、やってるけどね。なんか刺繍糸とか刺す用のもうちょっと細いニードルの方がいいって書いてた。でも、もうせっかく買った、やれるかどうかやってみよう。できたら面白いやんと思って、これ絶対ほどいたらもうジーパンブスブスと穴ぼこだらけや。こっちがもっとね、平らでねなってる方がええみたいねんけど、まあ初心者っちゅうことで、これでええんちゃう。ちょっと裏返してみよう。どう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 、もこもこカットしてみようか。よし、切る。ちょっとあまり毛糸減ってないですね。じゃ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 、裏こんなんね、ひっくり返すよ。こっちが表、もこ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 。じゃあちょっとこれ逆にするわ。この輪っかをね、ここからちょっとマスクするわ。絶対今からすることはモヘモヘになるから、今からモヘモヘになるからマスクします。何するかちょっとこの長いのを切っちゃって、それでこのループを切っていきます。黄色と多くなる話やね。こっからはあとボンボン、昔よく作りましたでしょ。そのボンボンを切り揃えていく要領でカットしていきます。ちょっと不安やわ、ちゃんとできるかな。今日のうちの晩ご飯は買い出しに行けなかったので、お肉類がないです。お魚もないです。私の大好きなフーチャンプルコンビーフハッシュでフーチャンプル作って、でメインにランチョン、もうコンビーフハッシュばっかり、ランチョンミートでスパム缶があるので、スパムステーキとフーチャンプルで大好きな沖縄定食、勝手に名前つけてくれるにします。
美味しいよね、スパムステーキ。アボガドも添える。ちなみに私アボガドは緑のうちに買います。みんな黒いの食べ頃かなって触って揉まれてるの嫌やから、緑のアボガドを買って硬いやつ買って家で黒くなるのを待ちます。飽きてきたから眉毛カッター取ってきた。これなんで眉毛カッタードンキで買いました、500円。でもこれあんま眉毛は切れないんですよね。全然歯が立ちません。ひばりかん。どうどう。使い方がいまいちよくわからない。なんかいいかも。ちょっと待ってね。今ええとこ。お、なんかいいかも。ハサミより綺麗にいくかも。切りすぎるかな。これはいいかも。これは非常にいいかも。ソフトで優しい。もう細かいとこ出てる。レディー、いい？ももちゃん近寄ってきてる。よいしょ、外してみます。ちょっとマスク取ったら、はあ、できた。仕事にしていい。もう飽きた。ああ、どんどん出てくる。ああ、よし、じゃあ外すね。よいしょ。よし。お、可愛いかもしれん。いつもそんなよ。そんな大したことない。はい、できたよ。いやー、思ったよりできた。で、これめくるね。よし。あー、できたできた。ニードルパンチ。はい、できた。なんか下手くそやけど、途中でもやんないと思うって言ってたけど、結構楽しかったんで、もっとあの上手な人の見たらもうめっちゃ可愛いから、またやってみたくなると思う。今度やるときはもっと細いニードルで刺繍糸とかの方が可愛いかな。で、やってみたいと思います。で、ちょっとこれでまだ仕上がりじゃないんですよ。裏がこのままやったらこれ刺しただけで抜けてくるから、裏の始末します。これ裏ね。で、接着芯で貼ったりボンドで固めたりするらしいんですけど、私は今日はこの木工用ボンド、これで仕上げたいと思います。そしたらまた枠はめるね。あ、お腹空いたな。下手くせやけど、これはこれでまあ初心者の仕事ということで、きっとコツコツやってたら上手になれると思う。でも楽しいっていうことが分かったから、それで私的には OK。 ごめんね、みんなこんな下手くそなやつを見てもらって。で、ボンド塗ります。ボンドは何でもいいみたい。だから私は木工用ボンドがお家にあるので、木工用ボンド塗って広げていきます。こうやって塗って、ちょっと置いといて、で、ヘラとかでなじましてたね。こんな感じで、確かにこうやって固めといたら取れないもんね。まんべんなくね。結構染み込むね。じゃあこっちの多いとこからやっていって。で、余ったやつを。なんかこれでネットのショート動画見てたら、大きいマシンみたいな、ガンみたいなんで、バン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 ってやって、足拭きマットみたいな、なんかバスマットみたいな、かわいいマット？フロアマット？フロアマットや。フロアマット外人の人作ってたよ。面白そうやった。あの足も欲しくなるよね、見てたらね。よし、できた。あと乾いたら出来上がりです。はい、できました。かわいい、もこもこでかわいい。ちょっとこれはいろんなまん丸とか色違いの丸とかハートとか星とかやってもかわいいかもしれませんね。まだ最初で下手っぴやけど、まあね、ね、そのうちシンプルなものほどやればやるほど上手になると思うから、今日のところはこれで OK ということにして、次回これを使ってカバン作る。何手提げにするか何にするかはちょっと考えます。どうでしょうか。はい、できました。
いかがですか？下手くそって思ったらごめんね。やってみたいと思ってくれたらぜひやってみてください。新しいことやるの大好きです。今日はニードルパンチをしてアプリケしました。アプリケっていうのニードルパンチしました。楽しかったです。でまた次回楽しみにものづくりやっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったと思ったらグッドマークしていただけると嬉しいです。チャンネル登録していただけると頑張れる、応援されてると思いますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また会える日をもむちゃんと一緒に楽しみにしています。リアンでした。バイバイ。よろしいか？はい。ありがとうございます。バイバイ。メンバーシップを始めました。リアンの作る友達つくともちゃん募集中です。特典はコメント欄で使えるオリジナルリアンバッジと絵文字、つくともちゃんだけが読むことのできる裏話コミュニティ投稿、型紙のダウンロード、限定のライブ配信などなどです。バッジはご入会いただいてから期間によって成長していきます。作るよ、作ったよ、すごい、ニコニコ、びっくりっていう絵文字が使えます。応募方法はパソコンのリアンチャンネルのトップボタンからお申し込みいただけます。一緒に楽しめるつくともちゃんお待ちしています。リアンのワクワク制作者ワークショップのお知らせです。12月に名古屋、1月に大阪に行きますよ。切って貼るだけなのに本格的なバッグを作れるワークショップです。少人数制で最後までリアンがご指導いたします。参加者様の作品です。布はお持ち込みになられました。20センチから30センチの布が2枚あれば世界で1つだけのバッグが作れます。大事な着物の余り布や思い出の布はありませんか？こちらは参加者様の作品です。こちらはリアンがご用意している布を使いになられました。古い中線の布を使っています。すべて一点物のため同じもののご用意はございません。複数ある中からお気に入りの1枚をお選びくださいませ。その他にも短時間でできる一貫針のトレイやネックレス、あとハサミケースなんかもお作りできるミニワークショップも同時に開催しています。私と一緒に手作りを楽しみましょう。お待ちしています。詳細は概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。